はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今回はタンパベイレイズについて話していこうかと思いますが、昨年球団史上初となるシーズン100勝を達成したレイズ、プレイオフでは残念ながら ALDS で敗退となりましたが、前評判がそこまで良かったわけではない中でこれだけの強さを発揮しましたので、さすがレイズと思わされる1年でしたよね。今季も東地区優勝候補として挙げる声も多かったレイズですが、ここまで45勝38敗としっかり勝ち越してはいるものの地区2位、プレイオフ圏内にはいますが、今年はヤンキースが異常なまでの強さを発揮しているような状況ですので、地区3連覇ちょっと厳しいかなといった感じです。また今季のレイズは勝ち越してはいるものの、主力の怪我人の多さもかなり痛手となっている印象で、もちろん全員いたからといって今のヤンキースを上回るかというと、まあ何とも言えないところでありますが、もう少しヤンキースに食らいつくこともできたんじゃないのかなと。現在レイズの主力クラスの選手で IL に入っている選手たちがご覧の通りです。まあ見事なまでにレギュラークラスばかりで、しかもこれでもかというぐらいの長期離脱者ばかりで、野手ではズニーノ、ラウ、マーゴ、投手陣では昨年途中トミージョン手術を受けたグラスナウ、パティーニョ、ファイアライゼン、フェアバンクス、キトレッジ、シャギワなどなど、特にブルペンの離脱者がね、よくこれだけのピッチャーが抜けながら MLB トップ10のブルペン防御率を残しているなという感じですが、今季のレイズはとにかく怪我人の多さに悩まされながら、どうにかロースターを運用している状態ですかね。スーパースターに成長しつつあるワンダーフランコが約1ヶ月間離脱したこともありましたよね。怪我人が次から次へと出ている状況でありますが、しかしそこはレイズ、密かにオフに獲得していた選手たちが今主力として大活躍している抜かりのなさも見せています。特に個人的にトレードで獲得した2人の野手が目立っているなという印象がありますね。ハロルド・ラミレスとイーサク・パレデスの2人。ラミレスはファーストや外野を守りながら打率3割1分4厘とハイアベレージをキープしていますし、パレデスは5月に MLB 昇格しましたが、すでにホームラン13本に9割台の OPS、 打線の主力として本当に活躍してますよね。2人とも開幕直前のトレードで獲得してきた選手たちですが、多分トレード当時特にラミレスの獲得なんてめちゃくちゃ注目していたなんて人は少ないでしょうし、パレデスのトレードについてもどちらかといえば焦点はタイガースが開幕直前にオースティン・メドーズを獲得したことであって、レイズがパレデスを獲得したことではなかったと思います。みんながそこまで注目していたわけではない選手たちを見つけ出して、で獲得してすぐに主力選手として運用しちゃうんだから、レイズのスカウティング能力の高さについては本当にお見事ですとしか言えませんね。まずはラミレスから見ていきますが、今季が MLB4 年目の27歳で、昨年はインディアンスで99試合の出場で打率2割6分8厘、OPS7 割3厘、打撃成績自体は平凡そのもので、現ガーディアンズとしてもわざわざロースターに残しておくほどの選手とは考えていなかったようで、昨年11月に金銭トレードでカブスへ移籍、それからしばらくカブスに在籍したものの、ビザの関係でスプリングトレーニングにようやく到着したばかりの3月25日にレイズへ再度トレード。結局カブスではオープン戦含め1試合も出場することなくトレードとなりましたが、レイズはオフの間にマイク・ブロッソー、ジョーダン・ルプローと2人の対左要員の右打者を放出していたため、ラミレスの獲得はその穴埋め的な意味合いもあったんでしょうね。ただ今のラミレスはそんなプラトン要員にはとどまらず、 DH 半分、外野やファースト半分といった具合に、ここまで68試合で打率3割1分4厘、OPS7 割9分1厘、今季開幕時点では通算のウィンザオリプレイスメントが 0.1 と、ほぼリプレイスメントレベルの選手でしたが、今のところはブレイクイヤーとなる1年を送っています。で、ここまでの活躍の理由を考えてみましたが、もともと平均打球初速は割と優秀な選手で、昨年 91.3 マイルと結構高めではあったんですが、ゴロ率も高めなことがおそらく活躍を阻んでいたと。ただ比較的早打ちの打撃スタイルであることから、三振もフォアボールも少なめとはいえ、その分インプレーを増やせますので、比較的アベレージを上げやすい状態にはあったと。で、レイズに来てからのラミレスはゴロが多いのは相変わらずなんですが、ライナーを増やしてヒット性のあたりを増やせたこと、また打球を引っ張る割合をかなり上げましたね。昨年 30.1% だったところ、今季は 37.3%。昨年の時点でラミレスは引っ張った時の打球が一番結果を残せていましたので、引っ張り方向の打球を増やすというのは、おそらくチームの方針なのではないのかなと。今のところキャリアハイペースで打率が推移しているあたり、レイズのその方針は正しそうでありますが、ただキャリア平均の BABIP と比較して今の彼の BABIP は少し高めではありますので、どこまでこの高打率を維持できるかは気になるところではあります。はい、続いてはイーサク・パレデスも見ていきましょう。私はじめ彼の名前見たとき、てっきりアイザックと発音すると勘違いしていましたが、イーサックの方が正しいようです。
タイガース時代はそれなりに名の知れたプロスペクトで、ベースボールアメリカの球界全体のプロスペクトランキングトップ100にも入った実績のある選手ですが、ただ今季に入るまでメジャーでは目立った実績を残せず、開幕直前にメドウズとのトレードでレイズへ移籍、開幕1ヶ月間はトリプル A で過ごしましたが、5月1日に MLB に昇格すると、以降はファースト、セカンド、サードを守りながら MLB に定着、特に先月6月の活躍が印象的で、先月は20試合でホームラン8本、OPS 10割超え、6月21日のヤンキース戦では3打席連続ホームランを記録するなど、昨年までメジャーでの通算のホームランが2本とは思えないパワーを最近発揮していまして、すっかりレイズ打線の中軸となりつつある選手です。タイガース時代から打撃のポテンシャルに対する評価は高かった選手でありましたが、その才能がついに MLB レベルで今発揮されつつあります。で、パレデスで面白いところを挙げるとすれば、ホームランが飛んだ方向ですよね。もう見事なまでに同じような位置に飛んでいるのがわかるかと思います。全部引っ張り、とにかく引っ張り。パレデスの今季の平均打球初速自体は 88.2 マイルと、特段ものすごく良いわけではない水準なんですが、おそらく引っ張ることこそが長打力の源となっているんでしょうね。タイガース時代は今ほど極端に引っ張りまくっていたわけではないようなので、これもおそらくレイズ側の考えあってのことでしょう。これだけホームランが出ていますので当たり前かもしれませんが、長打になりやすいとされるバレルの割合も今季はここまで 8.2% と MLB の平均以上の水準を記録するようになってきましたので、バレルのコツをつかんだ部分ももしかしたらあるのかもしれません。トレード相手のメドウズがまだタイガース移籍してから1本もホームラン放っていないのとは対照的なパレデスのホームラン量産体制で、最近多少改善されたとはいえ、今季頻打に苦しむタイガースのファンからすれば、パレデスがそれをデトロイトにいた時にやってくれたらなぁと思う部分もおそらくあるでしょう。まあトレード価値のある選手たちを高く売って、パレデスのように今後成長が見込まれる選手を見つけてくる、トレードのうまさがやはりレイズは光りますね。こういった感じで次の主力選手候補をすでに用意していたからこそ、いざシーズンが始まって本来主力として期待していた選手たちがいなくとも、しっかり勝てるチームが作れるんでしょう。主力選手にこれだけ怪我人が出ている状況でもしっかり勝てているあたり、さすがの選手層の厚さと言いましょうか、こういった誰もが注目していたわけではない選手もチームに貢献できる準備ができているのが本当に大きいんでしょう。新しい主力選手がどこからともなくポンポンと毎年現れてくるのは本当に羨ましい限りです。ヤンキースの独走もあって地区優勝は厳しいかもしれませんが、2019年から続く連続プレーオフ進出をラミレスやパレデスといった新しい主力選手たちの力も借りながら、今年もレイズ続けることができるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。